はい、今回はユタボンがボクシングジムを休むという件とですね、ユタボンの父、こちらについて考えて、お伝えしていこうと思います。少し前はですね、よく注目されていた、ユタボンですが、最近ですね、他のニュースもありましてあまり注目されて、なくなりつつある、という感じなんですが、僕は個人的に興味があるんでね、リスナー様も関心ある方いらっしゃると思うんで、まず今回ユタボンのですね、ニュース記事を紹介していたしまして、実はそれもですね、釣りだったんじゃないかと。で、僕釣られましたっていうことで、あとはちょっとわからないところもあるんで、リスナー様でご意見ある方いらっしゃったら教えていただければと思うので、よろしくお願いいたします。まずニュース記事をご紹介します。こちらをですね、よく注目すると、違和感がある箇所が、何箇所か、あるんですよ。そちらを、調べて、思うことっていうことで、お伝えしていきます。まずニュース記事から、引用いたします。少年革命家で YouTuber のユタボン、14歳が31日 Twitter を更新し、ボクシングのトレーニングで通っていた平中ボクシングジムに休会届を出したことを明かした。あ、ユタボンね、ボクシング休むのかと思うじゃないですか。まだ続くんですね。ユタボンは一昨年沖縄にある元 WBA 世界スーパーライト級王者平中明信会長が主催する平中ジムの門を叩き、同年末の亀田興毅の興行でボクシングデビューしていた。あ、そうですかって話で、この後なんですよ。おかしいなと思うのは、よくこの後でお伝えしていきますが、ユタボンは2つのボクシングジムを掛け持ちしていた中、平中ボクシングジムに休会届を出してきました。何でしょうね、これ2つのボクシングジムって疑問ですね。日本一周が終わってからボクシングだけに集中してきたけど、2月から勉強も頑張りますと。勉強頑張るんだ。ボクシングも続けるけど、2月からはボクシング沖縄だけに通います。勉強とボクシングを頑張りますと投稿し、ボクシングと YouTube だけでなく勉学に勤しむ決意を明かしたと。勉強するんですね。これちょっとわからないんで、皆さんと一緒に考えていこうと思うんですよ。もちろんちゃんと調べて、思うことっていうことで僕の考えをお伝えさせていただくんで、リスナー様のお考えをコメント欄に書いていただければ嬉しいなっていう感じなんで。で、これ何が釣られたのかっていう話なんですが、ユタボンがボクシングスクールを休会届を出したっていうことなんで、あ、ユタボンボクシング休会するんだ、そのままボクシング やめるのかな、この前 のボクシングの試合でね、いろいろ言われたかな、あ、続かないのかなと思ったんですが、実は違ったみたいなんですね。ここなんですよ。ユタボンは2つのボクシングジムを掛け持ちしていたっていうことなんですが、かなりの違和感じゃないですか。皆さんも思うと思うんですが、でこれ調べてみたんですよ。で、このいくつかの内容があるので、こちらをちょっと考えてもわからなかったんで、リスナー様に、お伝えして、お伺いできればと思います。ボクシングジムを2つ掛け持ちするって何なんでしょうね。わからないんですよ、僕には。で、実際これわからない、中でこういった考えの人もいらっしゃるみたいで、ネットでこういう声があったんですね。ボクシングジムを掛け持ちすると、そのどちらのジムにも嫌われるっていうことを、おっしゃっていたりとか、ボクシングジムから断られたんじゃないかとかね、だから自分から辞めましたと言いながら実は辞めさせられていたとかね、そういった可能性が全然あるっていうことなんですよ。どうでしょうかっていうことで、もしお分かりの方いたらこちらね、お考えいただ お考えコメント欄に書いていただければと思います。で、この記事途中、記事文中内に勉強、2月からは勉強も頑張ります、2月ですね、2月入りまして、2月からは勉強も頑張ります、勉学に勤しむ決意を明かしていたと。あ、勉強頑張るんだ。もしもですよ、本当に勉強を頑張る気になったのであればよかったと思います。別にそれに関して、どうのこうのやいのやいの言うつもりはないです。よかったねって、勉強頑張ればって話。ただ疑問なんですよ。あれ、ククできなかったんじゃないのって、どうやって勉強頑張るのかなって。で、ここで、ちらつくのが、父親の存在なんですね。ユタボン父、ユタボンの背後には常にこの父親がおり、父親が何かを考えている可能性があって、こういったことが考えられるんですね。勉強するっていうのは、実はユタボンはそろそろ、賞味期限切れと言われてますんで、不登校キャラが使えなくなるわけですよ。だから高校に進学してなんとか勉強したってしてね。で、不登校キャラを継続する、実はこのユタボン父の考えがあるんじゃないかっていうことが僕は思いました。
もちろんはっきりとっていうのは分からないですけど、全然考えられる可能性なんじゃないかなと思います。ユタモンのね、例えば行動、日本一周もそうですし、ボクシングもそうですし、そういうのってのは父親が考えてる可能性が高いんですよ。そうやって企画とか、そういったまあプロモーションとかっていうのを父親が考えてる。だから勉強するっていうのはもう勉強して高校に行かして、不登校キャラっていうことを言い続ける、継続させる、ことなんじゃないかなと思います。で、これ皆さんも思ってると思うんで、まあ、僕も多分ね、その、いわゆる、なんか、アンチとか言われるのか分からないですけど、僕の声多分届かないと思うんですけど、まあ、リスナー様が聞いていただいてるんで、まあ、リスナー様に、まあ、僕のこのユタボンのね、これに関する、まあ、考えを、まあ、お伝えさせていただこうと思うんですが、まあ、ユタボンというのは、まあ、中学生かもしれないし、どちらかというとね、あの父親なんで、大変だと思うんですけど、よく言うじゃないですか、人生は何とかだって、うん。多分この言葉の意味、ユタボン、今のユタボンには分からないと思いますが、僕とか、まあ、リスナー様とかは、分かるっていうか、思われると思うんですが、自分の人生、自分で頑張れよって、親父に言われたまんまのね、そんな人生、じゃないはずだぞって、まだ多分中学生だから分からないと思います、この言葉の意味がね。うん、ユタボンっていうのは、まあ、ユタボン親子って言いますけど、まあ、僕は嫌いですけど、まあ、嫌いな人多いと思いますけど、特に父親ね。うん、ユタボン親子っていうか、ユタボンのことを心配して、父親を嫌ってるっていう人が多いと思うんですよ。で、僕もそうです。で、ユタボンっていうのは、いろいろ調べると僕はこういうふうに考えられます。実はボクシングしたくないんじゃないかなって思うんですよ。うん、親父がやれって言うからやってんじゃないかなって僕は思ってます。僕の解釈です。今回、勉強も頑張るって言ってますけど、本当は勉強もしたくないんじゃないかなって思ってます。工夫ができないから、別にその不登校がどうとかそういうことじゃなくて、で結局今までね、まあ、そのいろんな、例えば YouTube したりとか何とかして勉強してないわけじゃないですか。他の人たち勉強してたんですよ、その同世代の人。だからいきなり勉強するって言ったってちょっと苦しいと思うんですよね。だからユタボンっていうのはおそらく、ボクシングもしたくないし勉強もしたくないと、まあ、僕はそのように解釈しております。じゃあユタボンって何がしたいんだろうね、わからないですね。うん、で、よくね、ユタボンがね、人生は何々だって言うんで、僕もおっさんですから、おっさんなんですいませんということで、それにちょっと陰でね、ちょっとお伝えしてみようと思うんですが、まあ、人生っていうのは自問自答ですから、うん、まあ、こういったなんか哲学みたいな話をしてあれなんですけど、答えっていうのは自分の中にしかないんですよ。僕とか、まあ、リスナー様は多分こういったことを思われてると思います。僕も思ったりします。人がどうのこうのっていうことではないから、うん、その自分がいいと思うこと、自分が努力することもそうだし、自分がいいと思う道を進めばいい。別にね、人関係ないですから。で、いちいちこのユタボンの父親はね、不特定多数の方に向かっていろんなことを言いますけど、本来はそんなことも関係ないんですよ。うん、自分がいいと思うこと、自分がしたいこと、まさにそれこそね、言うじゃないですか、人生はね、なんとかだとかって言うんで、うん、だから僕もまあちょっと心に届けばと思って、まあ、僕も思ってるんですけど、人生は自問自答ですからね、まあ、自問自答とかっていうのが4文字熟語を使ってしまいましたけど、本当にやりたいこととかっていうのは多分自分の中にあるはずなんですよ。まあ、中学生だから分からないかもしれない。で、その父親にあのことで言われてるから分からないかもしれないけど、僕はそう思います。で、リスナー様もおそらくこのように思ってる方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思いましてね、結構みんなユタボンのことを心配してるんじゃないかと思うんですよ。まあ、僕も心配してるところはありますけど、まあこのユタボン父っていうのが謎で違和感しかないんですけど、まあ、そんな風に思いますっていうことで、まあ、こちらの記事内容について、まあ、思うことをお伝えしてみました。まあ、リスナー様の何かご参考になっていただけることがあれば何よりです。あとですね、ちょっとわからないところありましたので、何か思われることありましたらコメント欄に書いていただければ、まあ、僕も勉強させていただきたいと思いますので、そんな感じで今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。